日本の未来は、ウォー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 、世界が羨む。イェイ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 、恋をしようじゃないか。ゴー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 。そんな感じだっけ？ Dance, dancing all the night. テレ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 。私は全裸猛獣使い。巷ではそういう風に呼ばれている。黄緑黒水色、緑黒水色、緑黒水色、ピンク色、やるタスクがね、緑黒水色ピンク、ありがとうございます。よしたかったちょうど。おー、大丈夫だ。あ、センターさん裸っすか？そうっす。本当だ。全裸猛獣使いです。なんかちょっと全裸猛獣使い。その猛獣はやりたいな。なんか今日松見先生あんまボタン押さないっすね。なに？なんでそんなこと言ってくるん？いや、なんかインポスターだから死体化身使いたいのかな。いや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 。あ、なるほどね。でも、あ、知ってます。エジさんはね、エジさんの発言はちょっとおかしいところがあって、今日って言うってことは、はい、それが夏目先生が全部の試合インポスターじゃなきゃ通じないね、論なんだよね。そっか、そうですね、失礼しました。それは僕のミスです。ほら見ろ、エジさん、そういうことだよ。ちなみに、僕はナビゲーションでキャクロスさんと二人きりになって殺されなかったって報告だけしておきます、一応。うん、私は左で単独行動です。いやいやいや、死体ないじゃないですか、そもそも今日。慎太郎さんが配電盤の前で待機してませんでした、そういえば。エレクトから来ないって知ってるんで、僕、停電が。なんかセンターさん、トム字の真ん中で立ってたのましたよね、あれは。なんか、いや、あれタスクがなくてサボタージュ待ちです。ああ、どこ行こうかなみたいな。そう、なんかカメラで先端さんのトノジのやつを見て、戻ってきたらまだトノジにいたんで、あれと思っちゃった。カメラ消えたのはあれか、砂積さん。私です、はい。そう、あったけいタスクと思って助けやってたら、カメラ消えて、やべえと思って、急いでカフェティアに向かいました。まあ、メアさん、メアさんに言うとね、まあ、僕ぐらいのレベルになると、次どのサボ来るか分かるんで。いや、さすがだな。じゃあ次何行きます、最初。かっこいいな。次 O2 かな。あ、初期 O2 ですか、うん、でこれドア閉めもなし。ドア閉めもなし。ドア閉めは分かんない。これはね、ちょっと僕の本には書いてないわ。じゃあ私もちょっと。何の本なんだ。私、あえてアドミンの方行こうかな、じゃあ。初期 O2 か。夏目はね、次ね、メイヤさんが。中井先生言いましたね、僕の。前が殺すんだろ。次、メイヤさんが死ぬよ。やめて。大嫌いなダースバックス、ちょっと止め、止め、キーひとつ。ナイス。慎太郎さん間違ってるじゃないですか。慎太郎さん釣りたいなと思って。慎太郎さん間違ってるじゃないですか。いや、だからこれはインポスターが僕を滑らせようとしてるだけなんで。まあでもなんか逆に慎太郎さんはインポスターじゃなさそう。逆に。これインポスターだったら、あの、押してでしょっていうところですよね。そうそう、面白くするところなんで。そうですね。ちょっとでも完全にね、もうあいつ何言ってんだやべえやつじゃんって思わせるためにリアクターなってるんで。でもこれ相方に裏切られた可能性ありますよね。まあね。いや、まあ相方と思ってたらバッティングしちゃったのかもしれない。慎太郎さんの相方と。押しまくしまくみたいな。メイヤさん、
死ぬのが怖くなったんですか。もう開幕ね、 みんなの影に隠れて超隠れてた。4人ぐらい一緒にいるところのね、名前が見えない。宇宙警察だ。単独になった時覚えておいてくださいね。夏目が殺しに行きます。怖い。今のうちに着いた方が、じゃあ夏目先生今のうちに着った方がいいんじゃないか。あ、うん、もう私慎太郎さんにちょっと試しに入れちゃいました。なんで試したの。私もちょっと慎太郎さんの予言が嘘やったってことだから入れようかなと出ちゃった。慎太郎さんもう出すかなって思って入れちゃったんだ。んラストチャンス、コミサボ。次は弱いやつやん。いや強いっすよ。弱いやつやん、開幕で。まあ、僕みたいな方向音痴からしたら米サボ強いっすよ。やめろ、その技は俺に聞くってやつね。そうそう。結構な人数に刺されますからね、それね。え、何これ。え、なんか、え、なんかクイックチャットしてる人がバレた、バレた。バレた。ほんとだ。投票してよ、先輩。あとは夏目先生ドゥイングってどういうこと。すいません、メディアが目を持った。何これ、夏目ドゥイング。やめとにします。すいません、ノラ夢中になってた。夢中で頑張る君へエルボー、緑、白、オレンジ、黄緑、オレンジ、緑、オレンジ、オレンジ、黄緑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 、オレンジ、えい、黄緑、オレンジ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 、緑オレンジ、緑オレンジ、緑オレンジ、ピンク黄色。白、オレンジ、黄緑オレンジ、緑オレンジ、ピンク白。緑ピンク白。コミゴのキルは防げんな。はいはいはい。あ、間違えた。宇宙警察だ。コミュニケーションで先端さんが死んでました。あ、コミサボの時にコミュニケーションダウンロードしているのはエリジー目撃しました。最終がそこか。いいぞ。メイヤーさんの最終ごめんなさい、コミ妨害直しに来た時にセンターさんがいたからが多分最終目的です。そうですね。で、一応最終そのシールドとコミが1ついてたんですけど、シールドって誰かいました。お、いいぞ。シールドピカクロスだね。メイヤーさんの最終情報は右側ですね。 O2 とかウェポンとかで分かれてって感じで、でメッドベイ入るとベントの上にずっと立ってるエロちゃんを見てそれをそれをみんなで見てた。はい、私はシールドのタスクを終わらせた後にそのままナビゲーションの方に行って、でナビゲーションの方のタスクを終わらせた後にそのままウェポンの方に抜けてカフェテリア入ったぐらいでリアクターが鳴ってた感じかな。
え、うんうんうん、時系列としてはね。これもしかしたらちょっとずれてるかもしれない。じゃあ違います。僕あのシールド1つい、シールド1コミュ1ってついてどっちかしたいだと思ってもうすぐ行ってるんで、5秒4秒3秒くらい前の話なんでそんなに移動できてないはずです。アルマさんがリアクターになった瞬間に下カフェテリアの時に下降りたのでなんでって思ったけど、アドミン情報が出てくるんだったら結構信用できるかなと思います。メドベイの後そのままリアクターに砂ザメといたのって誰でしたっけ。なんか3人ぐらいいましたよね確か。エレジーナッツエロちゃんかな。僕は行ってないです。あのメドベイがみんな左行きました、はい、なんかそこでリアクターに LG 砂ザメできましたね多分ね。で言うとその後のメドベイの後の行動ちょっと知りたいかもですね。どうあれ、あ、ごめんなさい、なんか言いたいことあるんだったら。ん？ん？あ、もうリアクター直した人って誰ですか。最初は LG 砂ザメ。砂ザメ LG だと思います。あ、わかりました、わかりました。夏目先生はメドベイが出てくるタイミングは見たよ、ハイブリリアクターなってる時は、うん、あのね、出てね、もう一回行ってみて戻ってみたいに繰り返してたから、うん、リアクターまでには行ってないです、うん、あ、そうですね、リアクターは2人でした。はい、ミュートします。教えて教えてその職場は僕はどこで死んだんだろう。コミューサーポコミューサーポよシールドメア。ありがとうございます、はいはい、夏目先生が最終メイヤさん右側で見てるんだったらもうどっちにしろピカさん、そうだね、私が多分疑い値になるだろうから、うん、どっちか絡んですよ。むしろ2枚やってるまである。30秒多分センターさん L 字側の先に聞きたいのが、夏目さんはその別れた時ってさ、メイヤさんがどっち抜けたかっていうのが分かるのか、それとも夏目さんが先抜けたのか、どっち。なんかね、あのね、警察鬱陶しくてなんかあのエレクトリカル前で一緒に歩いたの見たけど、夏目逃げてって、うん、リアクター鳴った時に置いてったって感覚はあるけど、メイヤさんがその後どっちに行ったかっていうのは読めない。あの人追いかけてきたんだもん。だって一番最後に見失ったのはどこですかね。あ、ウェポンとかだった気がする。覚えてなかった、うん、ごめんなさい。一応ウェポンはついてなかった。で、あ、コミサボの話に来たの誰でしたっけ。先端さんなんじゃない多分。でも最終 LG がその小見さんも会った時にコミュニティ大丈夫かって見に行った時にそのダウンロードのタスクしてるのを見たので、そのぐらいのタイミングで LG は死んでると思って、その直後ぐらい死んでると思って、うん、てか直後ですね、ダウンロードをする場所で死んでたんで。ちなみにあのその小見さんも出た後はすれ違ってないです。 LG は左あのストレージ側に行ったんですけど、その後すれ違ってないです。でその後アドミン見てミッドベイ一応探しに行ったら、そのさっきのベントルウェイに立つエロちゃんさんを見たって感じです。ね、そのタイミングってさ、アドミン4、あ、じゃあメッドベイに4のタイミングだったじゃないですか。自分その時アドミンで情報を見てて、その時にも右側に何も起こってなくて、自分が、メイヤさんを見たって言ったタイミングはそれのだいぶ後です。だからピカさんがやってるとしたら、あー、ということは1枚しかやってないんだ。はいはい、ピカさんがセンターさんやってそのまま宮さんやったとかも全然ありえると思ってて、他の右の人が分かんない、ちょっと容疑者ピカさんかなってぐらい認識、一応コミサボの話だけで言うと、はい、センターさんが直しているのはハイブリ目撃して、その後エレジーさんが入ってきたのとすれ違ってるはず、ストレージの横の廊下で。コミサボ直しに、コミサボに来た人って誰でした、直しに来た人。センターさん最初はハイブリ、その後エレジーさん、うん、僕はまあ直ってから入ったぐらいですよ、本当にイメージ、うん、全然私を話させてくれないような状況がね。まあ、私も容疑者が誰なのか分かんないけどさ。We are fighting dreamers. さあ、何でよね、私。Fighting dreamers. 知りたいを見つけて。Fighting dreamers.Only, only, 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 right here, right now. Put the music down, right here, right now. Put the music to get the fire, right here, right now. Put the music down, right here, right now.ロワーエンジンの下でタスク。
お疲れ様です。あれ、私をしました。あ、私です。佐々木さんと一緒に目撃して、カフェテリアの左側でアルマさんが死んでて、LG さんセルフではないです。あ、同じく砂溜めさんではないと言えます。セルフではないと言えます。で、僕がカフェテリアに来た理由は、ピカクロスさんなんかめっちゃ黒塗りされてるからって言ってるから、ボタン押してくれるかなと思ったけど、押さないから押しに行ったら死んでたって感じですね。死体があったって感じ。まあ、黒塗りされてるっていうよりかは、なんか私の容疑者位置がわからんなって感じ。黒塗りとは一言も言ってない。私がただ単に喋れないけど、容疑者位置わからんからどうしたもんかなって言っただけだから。あ、ピカクロスさんって情報発信できてない代わりに聞いてたと思うから、ピカクロスさん視点の容疑者位置って考えれると思うんだ。で今ね考えてる限りだと夏目さんではまあないんだろうなと思うと、右あの浮いてた人っていうのが誰なんだろうなって話になってきて、今の議論の中で一番浮いてた人誰だっけ。結構錯綜しててそれが分かんなくてさ、多分ねピカクロスさん視点だって夏目になるよ多分。あ、だから逆にその浮いてた人を確認したいんだよ。夏目さんが浮いてた、エロちゃんはメッドベイのベントにずっと入っており、夏目とメイヤーさんが右側に行ってて、まあまあ、はい、はいはい、ああごめんなさい、ベントベイに立っており、まあまあ、ハイブリさんはリアクターに行ってるから、右側に到達できるのがエロちゃんとハイブリさんが消えてて、このターン LG さん、砂染さんが消えるんだったら、多分容疑者位置として出せるのは夏目ぐらいしかないと思う。あ、だとしてもね、それを言う夏目さんがね、インポスターだと思えないから、砂鍋さんは白照明できてるのこれ。私、メドベイで LG さん、まあ、ほぼ、たぶん LG さんが白照明できてるはず。でも、コミサボってさ、センターさん直したっていう証言者が一番最初は砂鍋さんだよね。私と LG さん、多分 LG さんとほぼ同時だったと記憶してます。これ最後かな、言ったの。でも、俺でコミサボ、コミの中までは見て入ってなくて、直った後にコミの前まで行ったら、センターさんがタスクしてるなって見て、見送って、そのアドビ行って、さっきのメッドベイの話だ。ごめん、議論切る。投票したいから、LG さんの票に合わせるから、ピカさんに入れます、したら、じゃあ。俺砂雨さん入れたいけどな。私、砂雨さんなんだけど、俺砂雨さん入れる。ピカさん入れます。終われちゃった。ああ、うん、ごめん。あ、じゃあ、LG ボタン巻いてきた方がいいかな、じゃあ。いや、でも、多分、これは夏目先生は多分ね、白目だなと思う。いや、ごめんなさい。さて。俺、ああ、真夏のジャンボリー。めったのりのり、ウェルカムウィーケン。すいません、ミス釣りだった場合を考えてボタンを押しました。だったら、いや、夏目が押した、夏目が押しました。あ、押しないか、ごめんなさい。失礼。さん残ってるよ、ボタン。どうぞ。失礼。申し訳ない。単純に僕が入れちゃった理由は、ピカさんが結構右に多くいるっていう話で、キルに関与してるからって思った。あ、で、今の多分話としては、もうピカさんで多分連れてるでいいと思う、正直。うん、で、なので、昨日砂溜めに入れた人をちょっと見たいかなって。はい。まあいいか。ごめんなさい。あ、大丈夫。ああ、私も私は以上です。俺エロちゃん以外は砂ざめに入れたのは。それ、あれじゃないですか、ピカさんじゃないですか。ピカさんがクロスしかいないと思ってて、LG さんと砂ざめさんが、今回の、誰キルだっけ、アルマキルですよね。あ、アルマキル。アルマキルが不可能って話してて。そう、だから。で、うん、今回のキルだけを絞っていくと、皆さんが夏目のことを白く見てくれるんだったら、もう一人つっとけばほぼ確率的には1インポスター釣れるって計算。今関与できた可能性があって、で1キル、センターがやられた時に関与できそうな砂鍋さん、俺は釣りたいなと思ったから名前出したの、ね、で言うと、私目線だともピカさんの2キルで追っちゃってます。だから、今、いや待ってごめんなさい、それ以外のもんだから夏目先生じゃないですか。夏目先生が今言ったのって、アルマさんの死体の時の人、容疑者をまず絞りましょうという議題だから、はいはい、ごめんなさい、先輩さんとかっていう話じゃないですよ。錯綜してるんですよね、話がね。どこの情報を絞るかって話になってて、で私とエレジさんがほぼ同じタイミングで先端さんを見た後に、私と多分エレジさんほぼ一緒だったんですよね。ごめん、今砂ざめさんは、白いって進行だから、はい、エロちゃんとハイブリさんが中のアルマのキルが無理なのかって証明をする、ハイブリ簡潔に言います。エレジさんと砂ざめさんとリアクターで、すれ違い、そのまま僕は下でストレージの方に行っているので、僕のキルも無理です。俺ナビにいた、はい、エロちゃんさんか夏目先生の。俺ナビにいた。エレジさん決めて、投票。いや、決めらんねー。俺砂ざめさん、俺砂ざめさん入れた。じゃあエロちゃん入れます。対抗だったし、さっきここ二郎だと思うよ、そしたら動いたきます。ミスってたらごめん。全然エレちゃんの印象、まあ、もう助けられ、いやー、行きましょう。まあ、はい、わかる、了解です。ごめんなさい。
ユージフさんで申し訳ない。夏目。あれなんかお通夜状態なんですけど。あ、歌うのかなと思って。やっとがすごい。黙っとこうかなと思ったんだけどね。ちゃんと今いつ今ちゃんと間入れて。いやもうずーっと黙々と僕と先端さん二人でタスクしてますから。いやさっき兄点々ついてるような歌声が聞こえてきましたけど。ん兄点々。兄点々。あーって。ああ。ありがとうございます。申し訳ない。分かったことがあって連れてますこれは。あの一キル。本当に？これなんでかっていうと、はい、あのもう30秒キルタイム開けてると思うから。確かに開けてはいます。単純にでニーンボスター残ってたら終わるから試合が。が連れてると思う。まあ、あの負けなかったからっていうだけど連れてそうですね。申し訳ない。そう。じゃあ、まあでさらに加えると、はい、さっきの夏目先生の論でいくとアルマ君の。キルっておそらくピカ君のお土産だと思っているから、この状態から他の時の白要素とかを拾っていって、もしやるんだったら釣るなら釣る、うん、このままタスク勝ちを目指すんだったらタスク勝ちを目指すで議論しましょう。あの間違いないです。それはねマジで釣り切りたいんですよ。スラザメさんを対抗だったし、ピカロスさんが入れたいって言ってたし、俺的にはマジで2キル関与できる位置にいる時点で釣らない理由があんまないと思ってる、ね、エロちゃん、エロちゃんによく考えてほしくて、5人いますで残り1インポスターっていうのが確定している、ケアは必要ないで、残り1人のインポスターは3人のクルーメイトを殺さないと勝てない状況か、だから結構きついと思う、タスクの進行も進んでいると思うから、それをするんだったら容疑者が狭まってる状態だと思うんだけど、容疑者がそんなに狭まってない、ごめんだけど、あの情報をね、あのピックアップして話してないから我らが、だから、うん、なので我らが基本スキップでいいと思う。さっきの夏目先生の話と合わせて、そのピカさんがあの疑われてる場面だったら絶対ボタンを押す場面だから、そこでこうやんなくて壁の前で死んでるから、うん、アルマさんがボタンを押そうとしてピカさんが殺し逃げたっていうのが正直僕の考え。アルバさんはもうボタン使ってたから、ただのお土産だと思うんですけど、夏目さんとハイブリさん目線は分かりづらい。いただけるんだったらスキップで行動を誰か、まあもう10秒やったら無理か。いやもう助けてしかないと思う、やることは。ピカさんの時点でボタン押さなかった時点で、まあ、正直もう、まあごめん、俺ちょっとあんまりその状況見えてなかったから自分の目で。ああごめんなさい、こちらこそ、ごめんなさい、申し訳ない。ごめんなさい、私がちょっと話しちゃったかもしれない。申し訳ない。仕事するぞ、仕事するぞ。ミュートにします、私も仕事します。さて、日本の未来はこう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 、世界が羨む、恋をしようじゃないか、こう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 、そんなことしたっけ。ダンスダンシングオンザナイト、テレ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 、あんたにゃもう足りない、あたしゃほんと自分で言うくらいくらい、ただじゃないじゃないじゃない、あほん預けりゃ冷ませばいい、寂しけりゃ everybody body body、誰にもわからない恋愛っていいガツガツくのか、ダイナマイトレテレテレ、恋はダイナマイト、ダイナマイト、テレ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 、どんなに不景気だって恋はインフレーションインフレーション、こんなに優しくされちゃみな明るい未来に抽象希望だわ、日本の未来は世界が羨む、yeah, yeah, 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 yeah.
恋は塩じゃないか。ダンス、ダンシングオールオールザナイト。アルマくん歌上手だね。ん？いや、アルマくんの歌上手だなって思って。一言も歌ってないっすよ。あ、そう。あ、そう言って嘘つくんだ。今、左上いる人誰ですか？マップ的に。マップ的な左上っていうと、どこの左上ですか？あ、いや、待って。今アッパら辺にいる人って誰ですか？てかアッパにいる人っていうかもうさなさみさんしか多分できないと思うんだよな。私とハイブリさんが最後一緒に行って、まずエロちゃんさんが発見したのがアドミンでいいですか？うん、アドミンです。でアドミン情報を見ていて左上で死体が見えてるんだったら砂ざめさんが左上から来ている。いや私カフェテリアで合流しました。あ、だからカフェテリアの上から来ているので。そっか、ニキルだからか。ごめんなさい、ニキルだわ。タイミングをちょっと見てほしくって、さすがに時間が経ってるんですよ。だからもう多分どうとでもいけます。で私目線だと正直初日からハイブリさんが確かしハイブリさんの白ってどこで落ちてるんでしたっけ。いや落ちてないんだよな多分。まず、ピカ君じゃないや、アルマさんの時は否定ができるのは言った通りです。うん、そうですね、うん、他の段階でどれを言えばいいんだろうか。アドミンですよね。ハイブリさんどの時にいたんですよね、はい。ストレージから上がってきてて、うん、で俺と同じタイミングでトノジ行ってるんですよ。だからちょっとわかんねえけど、俺マジで砂染めさんだと思ってて初日から。俺もエロちゃんさんがアドミン情報を見ててそれが正しいんだったら砂染めさんで、私は、エロちゃん入れます。でエロちゃんの理由としてはついたがってた。だってあの時ピカさんでも連れてるっていう風な感じでほぼ村目線になってるのに、もう1キル落としてもう1クル落としておこうっていう思考が完全にインポスターなんですよ。エロちゃんさんがもしインポスターだった場合、リアクターがなった時に夏目先生と右側に行ってたはずだから、それで殺せると僕は思っちゃってるんですよね。間違ってたら申し訳ないが。そうか、そうか。なんで要するにピカさん全然もう連れてるのに、うん、あの場面でもう1。ただ今ねあれなサボタージュになってるのに俺が報告する理がマジでないと思うんですよ。ハイブリさんの方が先にカフェ入ってるの俺見てるし、うんうん、多分一緒に入っちゃったから通報されると思ったのかなっていう。信用してほしいです。あと絶対に関与できない位置にいたんですよ。いや間違い、私も絶対関与できない位置にいた。それで言うと、あれ押したよ、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 俺押したよ。まあそういうのありますよねこのゲーム。まあまあ一旦ミュートにします。2秒前に締め切られるから。悩ました。いや、ワンチャンタスク、ワンチャンタスク、タスクある、タスクできる、タスクできる。終わってない人、走れ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 。誰だ誰だ、ほらほらほら、頑張れ頑張れ頑張れ。誰、タスク誰。終わってない、終わってない。はい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 。あと1個、あと1個、あと1個。あ、夏目終わってないじゃなくて、夏目終わってる。あ、これ終わってる。おおナイス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 。危ねえ。ディズイ。いやー、うまーすな。あれ、負けた。申し訳ない。終わりました。上の方のさ、あのアッパーエンジンのタスクでしたね。お見事。いやー、負けた。やべ、負けた。もう、ブルー。あー、俺押したのに最後。あれは、時間2秒前ぐらいに締め切られるんで。あ、でもどっ、あ、じゃあ私どっちにしろ負けたのか。そうだね。そこまで悩ませたね、砂染めさんのすごい。あ、そうですね。いや、俺生きてたら絶対エロちゃんさんに言ってたかもしれない。いやー、そう、先端さんのところでのすれ違ったタイミングとかが正直あんまり記憶になくて、あれいたかなみたいな感じだったんですけど。そうめっちゃいい試合してんのに中野も歌ってましたよ。なあ、ちょ、待って。熱唱してた。やめた方がいいよって言ったんだけど。いい試合だから見ようよって言ったんだけど。やばい、そんなことするんだ。で、それでなんかね、あの、私インポスターだったんですけど、サボタージュのなんか気をそらすような感じしてきてね。あ、めっちゃクルメイトじゃないですか。ちょっとね、なんか、スポーツマンシップにかけるよね。めっちゃ危ないな。スナザメさんと誰だったんですか。あ、ピカさんですね。あ、そうなんだ。じゃあライン切りだったんだ。ライン切り。かつピカさんがコミュニケーションで私が先端さんをキルしたのをピカさんすぐそばにいたんですよ、その時。あ、で、あのまま実はずっと門番してて私が。はい。なので、ああ、なので多分ピカさんにごめん、ちょっと黒塗らせてくださいってことでピカさんにキルってことにしちゃいました。なるほど。あ、そっか、2キルが間違えたか。じゃあ僕はあの後入ったら死んでたみたいな感じで。
アルバさんが死んだ、アルバさん違う。あ、そう、奥来てたら死んでましたね。LG さん、確か、LG さんか慎太郎さんが多分引き返したかと思うんですけど。あ、僕引き返しましたね。うん、あの、あ、慎太郎さんいると思って、それ引き返しました、僕は。あ、それでなんか、切りしたのか。なかった、マジで。いや、いい試合でした。いや、ただ、メイヤさんは、あれですね、完全に助けやりに来ただけだったっていうね。かわいそう。そう。悲しかった。ね、夏目先生がさ、ん？どっか行ったからさ、いいや、タスクしようと思ったら。大丈夫ですよ。あの夏、あのメイヤさんね、エレジーさんのキルとか阻止してるんで、私目線。あ、そうなの。あのリアクターの上にエレジーさんがやってる時にペントキルしようと思ったら、メイヤさんが来ちゃってペントキルできなかった。宇宙警察だ。あった、なんかあのあれだね、真ん中の助けやったって見えてたタイミングですよね。そう、あのタイミングでペントから飛び出そうとしたら、メイヤさんがちらっと覗きに来て、そのペント見てたけど、これ上のに行ってベンドができたら死ぬなって思いながら助け合って来なくてラッキーって思ったけど、きっと目安に守られてました、僕は。中警察だ。警察すげえ。警察強いな。警察強い。いやー、まあだからエロちゃんの推理がもう当たってたという感じでした。結論から言うと、あの砂爪さんのあの、はい、まあごめんなさい、ベントの上に立ってたせいで全く情報がないから、みんなが聞いた話は頭の中でまとめるしかなくて。でもあれベントの上に刺さってんの白いっすよね、割と。あの私の中で助かったのは、一応ピカさんも2キルできた位置にいたので、センターさんをキルした後に、一応ウェポンに行けて、うん、で、キルクールタイム終わってキルできるタイミングがあったので、うん、これはちょっと早めの身内切りだと思っちゃいました。そう、いや、そう、しかもあの最後の会議の時に、あのエロちゃんさんがあの、ケア釣りしようって言ったのを出してあの持ってってたらすげえ強いなと思って、自分が来るだったらあの生きてたら釣っちゃってたなと思ってるじゃん。そのすごい上手かった、うん、上手かったんですね。ありがとうございます。でも結局あそこの二郎で多分あのケア釣りっていうのがあってて、ケア釣りしたの終わってましたもん。終わったんですけど、そこ持ってったのすごい、だから逆転取って強かったな。いろちゃんさんがそこでもう二郎というかインポスター見せたのがもう強かったし、うん、最後ね対抗位置もしっかり見定めてるのも良かったですね。そうそう、強かったです。いやもう本当に綱渡りでした。素晴らしかったです。追尾が。いや、だいぶ最後ギリギリまで持ってってくれて本当助かりました。そうですね。もねえなってなっちゃったんで、うん。最後ちょっと勝ちを確信しちゃいました、ちょっと。3に入んなかったから。あとちょっとですね、あのそうサボターの入れがちょっと遅くてね、あれがもうちょっと早ければリアクターで人流してワンチャンリアクター切るかなと思ってたんですけど。あの正直そうですね。タスクが残りあれやったからよかったけど、本番で鳴らさずに扉閉められたら負けてたっす。うん、そっちだったね。なんだからわざとアドミンの方行ったんすよ。閉められないように、うん、タスクそっちにアリワーピして、そう、すごい、いや強い、それも強い、冷静、いいフェイクっすね。霊界から鳴らされますもんね。そこを左行ったら霊界からドア閉めされちゃうから強いっす。夏目先生の冷静にね、あのちゃんと動かしてわかんないからっていうのを言われますね。そう、いい整理だった、うん、あれは私目線、とにかく議論を遅らせて情報を絞らせなければいいやと思ってたから、うん、とにかく時間使ってたんで、いやでもめちゃめちゃうまい議論回しをするなと思って、なんか、うん、その、うん、その初日のキルとか出てきて、前日のキル出てきてみたいな、そう、頭の中で整理しきれなかったから、いやあれそのピカクロスさんのお土産アルマさん切るの時に私同時に慎太郎さん切るしたんですよ。うん、だからそこに話が行くのが嫌で、全く、まあそうですね、僕は結構見つかりにくい場所で死んだんで、なのでその話題にならないように気をつけつつっていう